変な時期って大事だと思うんですね。でずっと変だと思うし、わかる、それはわかる。ずっとおかしいしなんか、いやでも多分ずっと変やと思うんだよ、私も。多分今日 YouTube 見たら変だと思うよ。なんかね、そんなこと言ってしまってるっていうことだね。いろいろ突っ込めたくなると思うけど、うん、だから多分あのよくね、クイアっていう表現を使う人いてるんだけど、うん、使ってもいいなと思いつつ、あれを使うっていうのはかなり自分の中では勇気あるなと思ってて、うん、でも変やとは思ってる、自分の中でね。変っていうのはだから本当にね、だからあの悪いイメージじゃなくて、なんかその変っていうことに対して自分で誇りほんま持てるのかなってやっと思えるところまでなんか来たの。だからさっき言ったやんか、変は変でいいやみたいな、なんかそのノリ。ただ自分はあのセクシャリティのこととかをあの考える前にオタクなんですよ。完全オタクなんですよ。であのしかもオタクの中でも結構あの幅広く、まあ、セクシャリティも関係して多分あのかなりマイノリティというその中でマイナーなところにいるので、いてずっと来ているので、自分が変人なのは分かってて、その辺の変人さんは自分の中でもう取り入れちゃってたんですよ。だから誇り持ってるぐらいに、オタクに誇りを持ってるぐらいな勢いで来てたら、あら、セクシャルマイノリティっていう中の人だったらしいみたいなことにもなって、ああ、輪をかけてしまったみたいな。でもまあちょっとオタクで鍛えられてはいたんだ。まあまあ、鍛えられてるっていうかね、うん、もうそういうなんか空気だから、うん、もうなんか本当にそのオタクもすごいいろんな人がいて、うん、で、だからそれが普通だし、その中の自分も、うん、まあ、その中でもなんかあのマイナーなところにいるから、うん、あのオタクなんだけどオタクの中でもあのすごいあの話が合わなかったりとか、うん、で話が全員に合うわけじゃないから、うん、いろんなこうオタクの中のコミュニティみたいな集まりがあって、その中にポンって入ってその時のその話をするして盛り上がってっていう感じでやっていくのがあったから、あのコミュニティに入るってこと自体が、あのは慣れてたっていうのはありますね。だからそのマイノリティってよくね、なんか悪いイメージで使われるけど、単に少数者だけなんですよね。うん、だからあのマジョリティが多数であればマイノリティは少数っていう、少数のどこもいけないのっていうか、うん、だから結局そのイメージを、だから今の社会っていうのはなんかこう植え付けてしまってて、うん、なんか別にそこは自分の持ち方一つで、はい、私これですよ、ほんまね、だからさっきから言ってるけど私これですよみたいなね、なんかこうしょってつけて歩きたいっていうのは、うん、まあね、なんかね、うん、必殺した願いで、うん、なんか毎日パレードをしてるような、うん、なんかね、そのまま、うん、それでいいんちゃうのみたいなね、うん、結局あのパッと見であの違うなっていうところとか、あのあるけど、結局みんな全部同じ人なんかいないわけで、こうなんか本当変だけどオンリーワンだから、だからそういうふうに考えていくと、あ、こんな人もいるんだな、こんな人もいるんだなって、あ、こんな自分なんだなってなるのかなというふうに考えたら楽なのかなという気はします。うん、なんか子供の時から、まあ、性格の問題もあると思うんですけど、いかに変であるかってことなのめちゃくちゃ受けてきたのよ。あの変でありたかったんですけど、別にこれは選んだわけではないけど、なんか気がついたらなんかすごい状態になってて、これが一番最大のネタなんだなって、いろんなことネタにしてきたけど、なんかあのたまにヘテロの人だってセクマイである人たち羨ましい、私マジョリティだから何にもないのってなんか人もいるもんね。変わっていたかったみたいなこと言う人みたいなね。いや、そういうのが、そう言ってる時点で面白いんだけどもう それはすでにもうなんかね、あのマジョリティじゃないよってそうそれに気づきっていうコメントしてたけど、はい、他にありますか？先ほど手を挙げられてましたね。すいません、お願いします。